どうも、なおっちです。パート4、青鬼をやっていきたいと思うんですけど、前振りの段階では4と言ってるんですけど、多分最終回になるんじゃないかなぁと思っています。とりあえず、最終回になることを目標としてやっていこうと思います。前回、そうですね。最後の最後で間違えて、ここで終わってしまったと。で、そっから続きでやっていきます。縄かな。よいしょ。で、どっちからだっけかな。こっち、23。よいしょ。よいしょ。3045。うわ、もうこの息みたいなことが大嫌いっていうか苦手で。暗い。あれ？なんかやばい気がしたな。おお。もうやばいな、こっちだった。あ、やめてやめて。危ねえ、びっくりした。確か下のあそこって明かりつけたら来るんだっけ。もう一個の方だっけ。どっちか来たような気がするんですよね。やだ、怖いな。セーブ。いや、今ので、ああ、よかった。で、確か上から取らないと鍵が閉まっちゃうっていうので。おお、お前。半辺から逃げれない。ぐるっと。いやー、相変わらず、マイクにブレスが多いんで、なるべく意識をしてるんですけど、難しいですね。いろんな実況者さんの動画見たりしてるんですけど、最悪、マイク買い替えようかなと思ってます。お前何、最終回だからそんなに来んの？まあ最終回はどの作品もオールスター今までの出るっていうのはあるけど、そういうのいらないな、青鬼に関しては。何持ってんだっけ。ピース、ドライバー、棒。あ、鍵だ。いや、さりげなさすぎだろ。もう、びっくりはしなかったけど。え、なにこれ？本当に出すぎじゃない？もう3、4回やられてるでしょ、これ。確かここでライターを使っちゃうと、青鬼が出てきた気がするんだけど、試してみましょうか。れ？あれ出なかったっけ？出ないんだ。出たと思ったんだけどな。あと5回ぐらい出てくんのかな。覚悟しとこう。詳細。この屋敷ってそもそも誰が住んでたとかってあったんすかね。あ、びっくりした。ちょっと待ってね。よいしょ。で、ここでですよ。ここで本来初めて半編が出てくるわけですよ。
猫。犬派猫派って答えるなら、どっちかって言えば猫かなと思います。犬も好きですよ。どっちも可愛いんで。いやー、動物大好きですよ。ざまあみろ。俺だって本気に出せば勝、本気に出せばじゃない。本気になれば勝てんだぞと。なんだっけな、3045だっけ？これあれなんですよ。さっきのカーテンの四角形とか、あれの角だっけかな？の数をあそこに入力すればいいというわけなんですな。もうなんか動揺しまくりで、キャラと言葉遣いがブレブレ。よいしょ。ドラクエ式の階段。もう入り口とか無視ですね。こっちからね。地下室の鍵。うわ、音すご。気持ち悪いな、全員。あ、セーブ。さっきの青鬼軍団、なんか過去バージョンだと、目いっぱいのやつとか。ああ。びっくりしたな。やめろ、タグロ。危ないところだったよって。お前さっきまではバラバラでって言ってたのに。仲間ね。裏切るパターンですよ、これは。タクロ。てか、やば、やばっていうか、思った以上に、てか、もう終わりなんですけど。で、やめて。やばいんじゃない？これ、積んだんじゃない？大丈夫なの？これ、逃げれんの？いや、やばいですよ、これ。くそったれ。くそー。確か、ピースを持った状態で、あれを調べて、次のメニューの段階で青になってる。上に逃げる。オッケー。よし。ほら、これ。どうしようかな。どうしようかな。上行こう。上。上。よいしょ。バイバイ、タクロウ。タクロウっていうと、ほんと、パート1の時にも言ったんですけど、タクロウっていう名前の友達が身近にいるんで、なんとも言えない複雑な気持ちになっちゃうっていうのが。よし、ラストです。バイバイ、タクロウ。あ、何やってんの。いや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 、よしよしよし。必死で走っているうちに町へ出た。化け物はもう追ってきてはいなかった。
あの化け物の正体は何だったのか、私には分からない。拓郎たちは今も行方不明のままだ。おっちゃん。おお、頑張るね。というわけで初実況ではありましたが、青いはんぺんからふわっていから逃げる無事完結でございます。初めてということでもういろいろ模索しながらのプレイだったんですけども、まあその中でも見てくださる方がいてとても嬉しいです。今後もぼちぼちですが、やっていこうと思っています。次やっていこうと思っているのは、候補はいくつか考えているんですが、まだ具体的に何をやるかは決めておりません。なので、少し時間をいただくかもしれませんが、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、というわけで、最後に、主人公の名前を無敵にすると、と出ましたね。これは、まあ皆さんでやっていただくか、まあわかると思います。もう、おまけ要素ですね。はい。というわけで、最後までちょっとグダグダでしたが、青鬼の方、ここで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。次回作でお会いしましょう。